今日は熱々麺を求めて盛岡タンメン山本にやってきました。西島さんが熱々の麺を求めてやってきたのは盛岡タンメン山本。おすすめを教えてください。はい、当店の看板メニューは盛岡タンメンですけど、はい、寒くなってきたので麻婆焼きそばをおすすめしたいと思います。焼きそばを固めて、はい、その上にあんをかけてというメニューです。お待たせしました。はい、どうぞ。ビッグサイズですね。西島さん驚きの大きさの麻婆焼きそば。麺に食感を出すようにカリッと焦げ目をつけて焼いたら、ひき肉やネギ、癖になる辛さを引き出す花椒粉などを入れたスープの中に大きめにカットした豆腐を入れて煮込みます。とろとろの麻婆あんが出来上がったら、麺の上にとろーり湯気からもう美味しそうな一皿です。いただきます。あっちあっち、ちょうどいいピリ辛さ、美味しい。またお豆腐がとろとろですね。下に麺が入っているんですね、はい、わあ、もう湯気がね、すごい。これはもう湯気に恋しちゃうわ。おいしい。このちょっとカリッとした麺に絡みますね、そうですね、麻婆が、はいはい、麺とピリ辛の麻婆の美味しさにどんどん食べ進めてしまう西島さん、一気に口に入れてしまったようで。ちょっと辛い。辛かった。美味しい辛さ、そうそうそう、ちょっと今喉水を飲んでください。そんな西島さんに辛さと相性のいい具材を紹介。上に乗っているのは白子ネギですか。そうですね、中にもあの薬味がごそっと入ってるんですか。す、はい、ラー油ですか。唐辛子ラー油です。うん、うん、ネギ合いますね。うん、これ私ネギ全部覆ってほしいかもしれない。白髪ネギをですか。それぐらい合う。盛岡タンメン山本では日曜日のランチタイムに通常5個で500円の焼き餃子を倍の10個にしてお値段そのままで提供。とろっとろで熱々の麻婆焼きそばで湯気に恋してみませんか。